どうも、こんにちは、太郎です。今回はですね、皆さんにプレゼント企画をさせていただければなと思いまして、動画を撮らさせていただいております。今回ですね、なんと動画投稿の依頼をいただくことができました。ありがとうございます。これもいつも見てくださっている皆様のおかげでございます。感謝の気持ちを込めて、iTunes カードもしくは Google Play カードからちょっと選べるようにしたいと思いますので、それを1500円分抽選で3名様にプレゼントさせていただきたいと思います。応募の締め切りなんですが、11月11日24時までをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。応募方法なんですけど、今この画面に出ているロードモバイルというゲームなんですけど、こちらをインストールし、シリアルコードを入力していただきたいなと思います。ダウンロードさえ終われば、作業自体は5分もかかりませんので、お願いします。入力までの手順は動画にしております。この動画の概要欄に、その動画のリンクを貼っておりますので、参考にしてください。入力完了をすると、入力完了の画面が出ますので、そちらのスクショをお願いします。次にですね、スクショと一緒に、私の Twitter の DM もしくは YouTube の方に公開している Gmail の方にメールをしていただければと思います。これはどちらでも構いません。以上で応募は完了となります。まとめると、ロードモバイルをインストールしてシリアルコードを入力する。入力画面をスクショする。スクショと一緒に私の Twitter の DM もしくは Gmail にメールをしてください。以上で応募は完了となります。その時にですね、iTunes か Google Play カードどちらがいいか、書いていただけると、その後のね、手続きというか、準備がスムーズにいくと思いますので、よかったらご協力の方もお願いいたします。抽選はね、できた時は、まあ、一応不正がなかったかっていうのをね、公開したいので、どなたにプレゼントしましたかっていうのだけちょっと公開させていただきたいと思いますので、そちらだけご協力くださればと思います。よろしくお願いします。ロードモバイルのせっかくだから説明しようかな。これリアルタイムストラテジー RPG っていうゲームらしくてですね、自分の王国がこうやってあるんですけど、受け取っていい？王国をね、育てながらここに世界地図があって広がっていくんですけど、いろんな人の王国があるんですよね。ここに攻めに行ったりとか、ギルドを組んで一緒に攻めたり守ったりっていうのができるゲームでございます。王国の中も領土がいろいろあって、ちょっと今からここ攻めに行くんですけど、ここ攻めたら新しい土地がね、手に入って、まあこういう感じで空き地になったりいろいろと建てれるんだけど、いろんなものを建てることができるっていう感じですね。何を建てるかっていうのは、例えば農場だったら食料を作ったりとか、鉱山だったら鉱石を作ったりとか。これ自体もレベルがあって、まあ条件があるんですけど、ちょっとずつね、レベルアップをさせていくっていう感じのゲームです。いろんなことを並行してできるからすごい面白くて、今こういう感じでいろんなことがね、並行で行われてます。だってミッションとかも、これポチってやるだけですげえ簡単なんだけど、報酬がもらえるんだよね。こうやって、いろいろなミッションも並行してできるので、なんかこういうコツコツやる感じのことがね、好きな人とかは、めっちゃハマると思います。僕もなんか、始めてから、ちょいちょいね、画面見て、なんかもう暇があったら見ちゃって、何？やっとこうみたいな感じでいろいろ進めたりできるので、結構面白いです。王国以外にもね、こういう、ここタップしたら、ストーリーモードみたいなのもあって、ここで、いろいろと進めていくと、これ。だってね、ヒーローをゲットすることができます。これによってもね、王国が育っていったりするので、それもまたね、ちょっと面白いんだよね。いろんな条件が、合わさって、王国を育てていくみたいな、
そういう感じのゲームになってます。でまあ、これ一人だったらこんな感じなんだけど、多分ギルド作ったらね、今ギルドこんな感じになってます。僕一人しかいないんですけど、よかったら参加してください。こうやってね、みんなでワイワイできれば、またもっと楽しくなってくると思いますので、よかったら、一緒にプレイしましょう。今回の企画が好評だった場合ですね、また同じような、企画、抽選をすることあると思いますので、ぜひ、振るってご参加ください。今回の結果が結構今後につながってくるので、ご協力をよろしくお願いします。ということで、今回は皆様にね、感謝の気持ちを込めたプレゼント企画と一緒にロードモバイルやりましょうっていう動画でございました。いつも本当にありがとうございます。また動画頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。また良ければご視聴お願いします。ではまたね。バイバイ。よろしくね。